チャプチェは春雨を炒めた朝鮮料理。柔らかく戻した、当面と呼ばれる春雨と、細切りにした牛肉と、タケノコ、同じく細切りにした、人参、玉ねぎ、ほうれん草等の野菜、椎茸やしめじ、キクラゲ等のキノコ類を、ごま油で炒め合わせ、醤油、食塩、砂糖等で甘辛く、味をつける。隠し味として、コチュジャンを入れる場合もある。器に持って、 ごまを振りかけ、彩りとして、糸状に切った唐辛子等を飾って供する。草菜という漢字表記の通り、元は野菜だけの炒め物であったとされるが、後に春雨を使うことが一般化された。また、韓国の春雨は、サツマイモの澱粉から作られており、日本で一般的に市販されている春雨に比べるとかなり、太い。日本の韓国、 お料理店ではお惣菜的な扱いをされており、韓国でも料理の付け合わせや判定食の一皿として出されることが多いが、お祝いの席や多くの客を招く際などに作られる伝統的な前菜で、宴席料理でもある。また、チャプチェをご飯の上に盛ったものを、チャプチェパプといい、大衆食堂や中華料理店の定番メニューである。チャプチェは17世紀初期の朝鮮時代に誕生した。 当時の朝鮮王公会君が王宮で宴会を開いた際に進化の一人がこの料理を発案して王に献じた。王はあまりのうまさに痛く感激し、この進化に塗装反射の地位を与えたという。この時代のチャプチェは切った野菜と竹と竹の子を材料とするものであったが、20世紀になってから中華料理の影響で春雨も使うようになった。ありがとうございます。